韓国の観光地、慶福宮を訪れると、美しい韓国の伝統装束をまとった若者が記念写真を撮っている光景がよく見られます。この慶福宮で、このほど韓国の伝統装束のファッションショーが行われました。秋の夜の慶福宮の艶やかな姿と優雅な韓国の伝統装束。この美しい伝統的な共演に観客はすっかり魅了されています。この中で一斉に注目を浴びていたのが若手のデザイナーがデザインした現代的要素を取り入れた伝統装束です。선이이렇게아름답고현대적으로해석이가능하다는것을알게됐어요예뜻깊은시간이었다고할수있습니다색감이너무화려하고요그다음다양하게옷을입으면서입을수있다는걸알게돼서열심하지만은않구나하는생각이들었습니다한국전통装束의日は今年で第20回目を迎えました。最近では20から30代の若者の間で韓国伝統装束ブームが起きています。かつてないほど伝統装束に注目が集まっており、いろいろな素材やスタイルの服が現れました。의례복으로주로많이착용되고있거든요근데요즘에는우리가일상수복으로도많이입을수있게디자인하는것에중점을두고있습니다한복을일상으로또한복을문화로이런이제테마아래서当日は観光客のために様々な活動が用意されていました。多くのブースでは観光客に韓国伝統装束を貸し出したり、伝統的な工芸品作りを体験できるイベントを開催していました。ホバプロチ、이렇게다니고街でも多種多様な韓国伝統装束を見かけ、秋をさらに彩っています。화려하고예쁘고평소에도한복입고다니고싶어요활동성이편하고또동양의미를살려줘서정말이쁜것같습니다어떠세요이쁘지않으세요